大東平田クワガタは、クワガタムシか、大クワガタ族、平田クワガタア族の平田クワガタの亜種で、日本産亜種では最も小型で、最も古いと言われている。日本の平田クワガタの亜種は、っナなムシによる遺伝子汚染が問題となっている。体長は、オスが23.5から53.5ミ、mm、リメートル、メスが21から33ミリメートル、飼育下の最大オスは65ミリメートル。 日本の平田くわ型の亜種では最も小型で体型は太短く足も太短い大顎は先端馬はあまり発達しないが内歯は小型個体でも強く出ている体色はやや赤みがかった黒色である後足形節の棘は小さい野生では30ミリメートル台が多い南大東島北大東島 DNA 解析から大東平田くわ型は 日本の平たくわ型の亜種の中では最も古くに分化しているが、大東島は沖縄諸島の他の島々よりも新しく出現した島であり、大陸などと地続きになったことがないので、分布の経路は謎となっているが、流木に乗り海流によって運ばれ、海を渡ったという説が有力とされている。紅葉樹の森林に生息し、生息数はやや少ない。 人の出入りの少ない島に生息しているため、生態は分かっていないことが多い。成虫は真冬にも活動しているようだが、街頭に飛来した例がないので、はっきりしたことは分かっていない。餌をほとんど取らずに繁殖活動を行っていることが多い。幼虫は成虫のサイズの割に大きく育ち、木馬王などの倒木などから発見されている。 浮かする時期が5月から6月と11月から12月の2回あり、越冬せずに活動を開始すると考えられている。ありがとうございます。